佐藤二郎は、ブラジル出身の日本の元野球選手。現在は、社会人野球、ヤマハ公式野球部のコーチ。ヤクルトスワローズでは1999年は、次尾佐藤、2000年から2003年は、次尾の登録名でプレーした。元日系ブラジル人三世で、フルネームは、次尾レーナルド佐藤。父は、野球ブラジル代表の監督や、 ブラジルヤクルト商工がブラジルに設立したヤクルト野球アカデミーの校長を務めている佐藤誠樹。おじは元阪急ブレーブスの佐藤茂隆。弟は白王大学三菱不総川崎でプレーした後、白王大のコーチ深谷組の監督を務めた佐藤レナンイサム。父、上記との縁もあり1999年にヤクルトスワローズに入団。 当初は、非力なバッティングに荒い守備が目立っていたが、徐々に弱点をカバーに軍では主軸を打つようになる。しかし、当時のヤクルト一軍打撃陣には、ロベルト・ペタジーにアレックス・ラミレスの二枚看板がおり、外国人投手のために枠を開けておくために次を愛し、軍に上がることができなかった。そこで2003年シーズン中、松本雄一と共に日本に帰化することを決意。 ブラジルの両親の許しを受け、日本で野球がしたいからと帰化申請を行った。しかし申請の結論が出る前の2003年オフ、戦力外通告を受けた。ヤクルトから戦力外通告を受け、シダックス野球部に入部。同部はかつてヤクルトで9年間監督を務めた野村克也を2002年秋から監督兼 GM に迎えていた。当時、 ヤクルトの選手人事を掌握していた丸山幹事編成部長は野村監督の下で鍛えていただき成長次第ではまたヤクルトとの契約もあり得るとコメントしていた2004年からは当時シダックスに在籍していたオレステス・キンデランアントニオ・パチェコの両球馬人内野手と中軸打線を組み2選手が体力の衰えを理由に2004年を最後に現役を引退して帰国すると 野村監督は佐藤を4番に抜擢。当初はなかなか結果が伴わなかったが、徐々に持ち前の長打力を発揮し、4番セカンドのレギュラーを確保した。2006年シーズン限りでシダックス野球部が解散したのに伴い、2007年からはヤマハに転籍。ヤマハでもクリーンアップを打ち、2010年シーズンは第81回都市対抗野球。 第37回社会人野球日本選手権大会の両大会で上位進出に貢献、社会人ベストナインに選出された。また、第3回 WBC ブラジル代表にも選出され、5番指名打者として A 組1回戦の日本戦では4回裏に杉内俊也から一時は同点に追いつく、タイムリーヒットを放った。2019年に野コーチ兼任となり、 同年をもって現役を引退。2020年からは野手ーチ専任となった。次をに関するカテゴリー。ありがとうございます。